これもうレコーディングなってんのかな、これ。あ、なってます。今つきました、こっち。ありがとうございます。では、本日はですね、全仏オープン初勝利を挙げてくれました日比野奈緒さんにお越しいただいてます。ありがとうございます。お願いします。お願いします。今日おめでとうございます。まずはありがとうございます。試合時間がなんと58分というすごい短い中で、しかもグランドスラムで勝利ということなんですけど、やっぱりグランドスラムでこう勝利するっていうのは、やっぱり他の大会とはちょっとまた違って格別な部分であったりするんですか？そうですね、やっぱりなんかこうじわじわ喜びがこみ上げてくる感じで、なんか不思議とにやけちゃいますね、顔も。気づいたらにニコニコしてる自分がいて。はい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 。いや、いい笑顔ですもん、いつも。今回そのコロナ、の影響で、ツアーが中断して、今日の会見ではその、テニスできることがすごいこう今は感謝の気持ちがより芽生えてるというようなことをおっしゃっていたと思うんですけど、ちょっとその辺をもう一回改めてお言葉にしていただいていいですか？そうですね、ツアーが中断した直後っていうのはやっぱり目標を失ってしまって、で何のために練習やトレーニングしてるのかわからないっていう感じで、あとはやっぱ試合のしないテニス選手に価値はあるのかなんていうことを考えたんですけど、いざツアーが再開されてこう試合会場に来てみて、バブルと言われる環境の中で生活してるんですけど、はい、その時にどれだけの人がこう私たち選手がプレーをするために準備をしてくださって、その選手が快適に過ごせる環境を作ってくださってるかっていうのをこう目の当たりにして、もう本当にここにいられることって当たり前のことじゃないんだなって、これだけ多くの人の、支えがあって実現していることで、でも今までもそれって同じだったと思うんですよ。だけど、自分がツアーにいることに必死で、自分の勝負勝敗にばっかり目がいってて、そういうことに気づけなかったので、今はすごくそういう周りの方へ の, そう周りの方の存在のありがたみが分かって、全てのことに感謝できていて、なんかそれが安定したプレーにつながっているのかなと思ってます。じゃあ日比野さん自身も、ある意味ご自身の成長は結構今感じられてる感じですか？そうですね、プレー面ではもちろんツアー中断してた後中でラボで、しっかりやっていたことが少しずつコートで表現できているっていうのは感じていますけど、それ以上に精神的に自分がなんか違う見方をできるようになっていて、なんかそこの成長が自分的にすごく嬉しいです。なるほど、ありがとうございます。ちなみに今日は最初の方長袖を着られていたと思うんですけど、やっぱそっちの現地のパリはなかなか寒い感じですか、気温は？今日は比較的17度くらいあったので暖かかったんですけど、昨日一昨日はもう本当に外にいられないくらい寒くて、昨日一昨日試合してた選手たちは本当に大変だったと思いますし、何より審判とコーチやトレーナーさん、見てる人たちがすごい大変だったんじゃないかなと思って。じゃあ今日日比野さんはプレーしていたら、そんな寒さとかはそんなに気にならずに？そうですね、今日寒さはなかったですけど、私の試合が終わった後に結構雨が降ったみたいで中断してましたし、さっき知ってたら結構雨降ってきて、これまた選手は動いてるからいいんですけど見てる人たちは大変だなと思って。そうですよね、見てる人は本当に大変ですよね。ちなみに今日全仏オープン初勝利挙げて、こう一番最初に誰からこうメッセージのやり取りとかされたんですか？例えばお母様とかご家族の方とか。そうですね、たくさんメッセージいただいたんですけど、一番最初に返信したのは、はい、やっぱり母の LINE です。ちなみにどういうふうに返事されたんですか？どういうメッセージ来て、どういうふうに返事されたんですか？なんか
西岡くん、昨日の西岡選手の試合を見て、うん、あの母は結構感動してたみたいで、あの昨日西岡くんみたいないい表情してたよ、うん、おめでとうっていうふうにメッセージもらって、なるほど。ちなみにあの、まあ、今はその錦織圭選手とか西岡選手とかもう前日とかに試合やられてると思うんですけど、日比野さんもあのコート横で観戦はされていたんですか？私あのちょうどあの西岡選手も錦織選手も試合してるときに練習を入れてしまっていて、うん、あ、そうなんですね。あの見られなかったんですけど、うん、でもあの私のコーチの竹内英二さんが、はい、あの試合後に錦織選手と話す機会があって、はい、なんかエバンス選手のスライスを持ち上げるのが結構大変だったっていう話をしてて、まあ、雨で結構土も湿ってますしボールも膨らむので、はい、うん、でそれを聞いて、あ、スライス結構有効なんじゃないかなって自分の中で思って、今日もスライス使うこと忘れずに、うん、あのやりました。すごいですね、そういうところに役立ってるんですね。はい、ちなみにあの現地あの僕今年行ってないんですけど、あの日本人の観客の方っていたりするんですか？あ、私はまだ見かけてないですね。あ、じゃあもう日本人の記者の方が、まあ、何人かいるような感じなんですかね、日本人。はい、と思います。あ、そういう感じなんだ。ちなみに、まあ、今回の全仏オープンそのコロナの影響で、まあ、今どの大会もそうだと思うんですけど PCR 検査とかいろいろあると思うんですけど、あの選手によってはパリの PCR 検査がちょっとあの厳しいというかあのぐいぐい来るようなことをおっしゃっていたんですけど、なんか先週日比野さんストラスブールとかも出られたと思うんですけど、この全仏オープンのそういうところってなんか違いとかってあったりするんですか？あ、でもヨーロッパは結構奥の方まで入れるんで、はい、アメリカ最初 PCR 検査自体受けたのが、うん、アメリカが最初だったんですよ。でアメリカは結構自分でやりますし、浅めに入れて、うん、なんか15秒カウントしてねみたいな感じだったんですよ。なんであのヨーロッパに来た時びっくりしました。え、そんなとこまで突っ込むのってじゃあその PCR 検査の、あ、全仏オープンの PCR がなかなかグイグイ来るっていうのは事実？いや、もう本当にすごいですでも私あの自分からこうやってのけぞってしまったのはもうヨーロッパが初めてで。あ、そうなんですか。もう痛いんですよいや絶対痛いっすよね。はい、じゃあ試合以外でも本当にそういう部分が大変ところあるんですね。はい、なんか他のコーチも今日2回目のテスト、うん、すれ違った時に話してて、うん、今日2回目のテストですかって聞いたら、そうだよ、あの残念ながらねって言ってみんなやりたくなくて仕方ないみたいですごい貴重な情報ですね、そういうちなみにあの日比野さんってこう食が大好きじゃないですか、ご飯食べるとか、はい、あの今ってそういうやっぱ日本食がすごい恋しいとか結構なったりきてません？なんだろう、あの結構 Uber Eats のおかげであの、うん、食べたいものを食べられてるんですけど、うん、あ、なんか熱々のものを食べられないのがちょっと、うん、あの、うん、残念だなっていう感じ。熱々のもの、特にパリは寒いので、はい、なんか熱々のなんだろうな、スープだったりとかお味噌汁とか飲めたらいいなって思うんですけど、うん、それ以外はあんまり不便なく結構楽しんでます。どういうのを注文されてるんですか？私は韓国料理かタイ料理が多いですね、うん、あ、タイ料理好きですもんねタイ料理大好きなんですよ。だけどあのやっぱご飯、お米が食べたくなるので韓国料理が多いですね。ありがとうございます。ちなみにあの、うん、ホテルにいらっしゃる、まあ、ずっとそのホテルと会場の行き来がほとんどだと思うんですけど、そのホテルにいる時間がすごい長い中、どういうふうにホテルでは過ごされているんですか？あ、今は結構なんだろう、 YouTube 見たりとかポッドキャスト、うんにハマっててここ数日、はいはい、なんか行ったりして、
なんかそこから得た情報とかをあのノートに書き留めたり、それを聞いて自分が思ったことをノートに書き留めたりしてます、うん、ちなみに YouTube 最近は何見てます？ YouTube は結構あのいろんなジャンルを見てるんですけど、うん、中田あのオリラジの中田の YouTube 大学を見たりとか、はい、今あのエコなことに興味があって、なんかそういうエコの勉強をしたり、うん、YouTube でしたりしてます。すごいですねそんな大会期間中にそういう風に見るのは、うん、でもなんかいい気分転換になって結構楽しんでやってます。あ、そうなんですね。はい。ちなみにあの前ここに来られてあの YouTube 撮影させていただいた時、あの音楽は何でしたっけ、あのヒゲダンがすごい好きっておっしゃっていたと思うんですけど、はい、あの最近はどんな音楽をこう聴いたりしていますか？あ、今ハマってるのは、うん、あのご存知ですかね、ニジプロ。ニジプロで、うん、あのニジユー、ニジユー知らないですか？やっべ、俺ほんとわかんないっす。これ結構今トレンドだと思うんですけど、なんだろう、ニジプロジェクトって言って韓国と日本の、うん、あ違う、韓国のプロデューサーがプロデュースした日本人の子たちのアイドルグループのオーディション番組をずっとやってて、このコロナ期間に、はいはいはい、あ、まあ、コロナ期間に放送されてたんですよ、はい、でそれで彼女たちが秋に、まあ、デビューするみたいな、うん、もう女子たちは結構熱狂してましたよマジっすか？はい。いや本当わかんなくてショックです。全然わかんないな。調べてください。ニジプロですね。はい、わかりました。じゃあちょっとニジプロ後ほど調べてみます。はい。あの、まあ、ちょっとお時間もあれなんで、あの日比野さん、あのダブルスも二宮さんとのペアで出ると思うんですけど、はい、まあ、しかも1回戦が、第6シードでしたっけ確か。なんかちょっと強い相手だったと思うんですけど、なんかそのやっぱりシングルスとダブルスこう両方いつも出られてると思うんですけど、その辺のこうなんだろうな、どういうふうに決断していつもシングルス、そうダブルスを出るようにしてるんですか？ダブルスはあの自分のランキングを見たりして機会があれば必ず出るようにしてます、うん、ダブルスから学ぶことって本当に多くて、うん、まあ基本的なことで言えばやっぱネットプレーだったりとかリターンが上達しますし、うん、あとはなんだろうな、なんかやっぱり孤独なスポーツなのでテニスって、はい、なんかこうやっぱパートナーと一緒に同じ方向向いて、うん、あれ止まっちゃった、すいません、ちょっとこれ止まっちゃったかもしれないですね。ああ、あ、日比野さん今ちょっと止まっちゃったかもしれない。あ、本当ですか？すいません。あ、いえいえ、あ、僕のインターネットがダメなのかな、これもしかして。いや、違うの、今は大丈夫ですね。動いてます。はい、すいません。あ、止まっちゃった。私動いてる。日比野さん大丈夫ですか？はい、大丈夫だと思います。すいません、ちょっとあの途中で止まっちゃったんですけど、もう一回お願いしますか。あの、はい、うまいことまとめて。なんだろう、そう、あの技術的なことで言ったらやっぱりボレーの上達だったりリターンの上達を感じられるんですけど、うん、やっぱりこうテニスって一人のスポーツなので、うん、やっぱりあのパートナーと一緒にコートに立って同じ目標に向かって頑張るっていうのはまたなんか全く違うスポーツって言ったらあれなんですけど、そんな感覚でやってます、うん。止まっちゃった。やっべ。やべ、これ俺がダメなのかな。あ、大丈夫ですか？ね、今、止まっちゃったんですけど、おそらく大丈夫です。はい、はい、いい感じで聞けてたんで。すいません、なんか。はい、だって、なんか、こう、はい。もう回数重ねてるんですけど、うん。やっと、そうだな、5大会目かな、うん、自分たちでもかなり良くなってるよねっていう手応えを感じるくらいにダブルスが良くなってるので、明日、うん、明日
分試合あると思うんですけど、うん、明日の試合もすごく楽しみです。なるほど、ありがとうございます。じゃあ最後にちょっとまあ、シングルスとダブルス、まあ、ちょっと今のコメントと重複しちゃうかもしれないですけど、まあ、最後にちょっと意気込みをまたお願いしていいですか。そうですね、なんか今自分がこういい流れの中にいるなっていうのはすごく感じているので、そうですね、この集中力を切らさないようにやっぱりベストを尽くすっていうことに集中して、うん、頑張りたいと思います。ありがとうございます。では、本日のリモートゲストは日比野奈緒選手でした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。